はいえー、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますでこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容を動画形式でレビューをするという内容になっていますで具体的なジャンルとしてはビジネス書とか、まあ、心理学メンタルについての本をご紹介することが多いですでその他にもあのいくつかジャンルをご紹介していますのでチャンネルページから再生リストを見ていただければというふうに思いますでチャンネル登録とグッドボタンの方是非是非よろしくお願いいたします で今日はですねこちらの「一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書」というタイトルの本をご紹介したいと思いますでこの本はですね、えーとまあ、ポイントはもう一点ですで従来の世界史の教科書っていうのが、まあ、地域とか年代とかが目まぐるしく変わりながら書かれているんだけれども、まあ、この本ではそれが整理されていると、まあ、それが本書の、まあ、一番大きな特徴ですでちなみに内容の中で年号っていうのも基本的に出てきません 端末にその主要なイベントの,、まああの発生した年度っていうのは書いてあるんですけれども基本的に文中にもう何年にこれ,がこ,れこれこれが起きたっていうのは書いてないと、まあ、それが大きな特徴の教科書ということになります、まあ、教科書というか、まあ、そういった本になりますでどういうことかっていうとですねちょっとあの図をお見せするんですけれどもえっと実はえっと世界史で学ぶ内容っていうのは えともう非常にこう複雑な、えー、地域や年代のジャンプを伴った教え方になっているというのが、まあ、現状だそうです。で例えばこの本の中で言うとヨーロッパ中東インド中国とあと、まあ、欧米、まあ、アメリカが入ってきて欧米というくくりや、えーまあ、大航海時代とかそういった時代があるんですけれども,もうこれらの地域とか年代っていうのをもうぐっちゃぐちゃにこう飛びながらもうたどりたどりもう しながら、まあ、あの世界史の教科書っていうのが、まあ編纂されているそうです。で、私自身、もちろん高校時代に世界史をやったんですけども、やっぱり同じあの悩みというか、難しさがあって、あの各論では覚えるんですけれども、そのどこで何が起きたかっていうのが、こう有機的につながっていないなという感じがまさにしていたんですよね。で、それに対して、この本では、えっ、ー、と、まず最初に、その人類の出現とか文明の誕生っていうところを軽く説明した後に、ヨーロッパはヨーロッパでずっと説明をすると。 でえーとまあ、ギリシャから、えー、ローマ、えー、にかけて、まあ、どういった国々が起きてきたか、まあ、そういったところをまあ最初に説明をしてで次に中東ですねで次にインドで次に中国ということでそのこの4地域についてまずは1、えー、地域に絞ってずっと、えー、時系列で理解をしていくとでそれをこの4地域それぞれやった後にちょっと一旦大航海時代でまとめると。 でその後、まあとアメリカも出現してきますので欧米というくくりと中東とインドを一括りにしてで最後中国というくくりで、えー、説明をしてまあ、今のまあ、世界、えーまあ、世界大戦以降の、えー、まあ、近代史というんですかねまあ、そういったものについては簡単に説明すると、まあ、こういう内容になっています。で、えー、とまあ、ここまで聞いてですねやはりあの世界史に興味がある方っていうのは、まあ、非常に納得というか賛同いただけるんじゃないかなというふうに思います。 や,やっぱりあの各地域がまとまってますのでその地域で起きていた、えーまあ、その歴史の動きみたいなものがですねよりこう腑に落ちやすいというか、まあ、理解しやすい非常に素晴らしい内容だなというふうに思いました。 で、えっとまあ、実は私自身その世界史とか日本史とかあんまり得意じゃなくてですね、この場でまあ格論のどこがどうだということをまあ説明するような立場にもないですしちょっと知識もないので、まあ、それは割愛するんですけれどもあの、まあ、この教科書、まあ、この本がやろうとしたことっていうのはまあ今の説明で十分伝わるんじゃないかなというふうに思います。 でえーとまあ、350ページぐらいの本なんですけれどもあのもちろん普通の、まあ、高校の時に教科書として習うような、まあ、読み物よりも、まあ、非常に軽く読めますもちろん350ページあるのであのさっと読めるというにはちょっと、まあ、言い過ぎかもしれませんけれどもやっぱり世界史というのを概念として、まあ、全体的に理解する例ではもう非常に素晴らしい本なんじゃないかなというふうに思います、はい、でちなみにこの著者の、えー、と山崎圭一さんという方はですね ここれムンディ先生こと山崎啓一ってて書いてあるんですけどちょっと調べたんですけど YouTuber をやられてるそうでこの本の中にも書いてあるんですけども、まあ、YouTube でえーとこういった内容っていうのをえまあ説明している方だそうです。でちょっとこの山崎さんっていう本名で調べると出てこないんですけれども「えー、とムンディなんとか」っていうまあチャンネル名で確かあのチャンネルを運営されてたと思います。 ヒストリアムンディですね。まあそういう、えー、と YouTuber のチャンネルを持ってらっしゃるので、あのー、もし世界史に興味がある方はですね、そちらのチャンネルも覗かれてみると面白いんじゃないかなというふうに思います。はい、今日は以上です。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。